それでいいの？なんで？みんなが幸せになるんだからいいじゃない。僕がこっちに来れば母さんは余計な気遣うなんて済むし、僕は親父やじいさんも好きだから一緒に暮らせて嬉しいし。もしもし、母さん。ゆうすけ、あんたどうして。まあ言いたいことはいろいろあるでしょうけど、いいじゃないですか。母さん、あの人のこと愛してるんでしょ。そうだけど。じゃあ親子3人で仲良く暮らしなよ。こっちも親子3人で仲良く暮らすからさ。母さんのこと嫌いになった？そんなことないよ、大好きだよ。ゆうすけ。あ、ほら泣いてるよ、言ってあげた方がいいんじゃない？うん。じゃあ元気でね、母さん。フラノはもう寒くなってさ。お前もね。何それ。罰金だ、罰金。うちじゃな、落ち込んでるとこ見つかると罰金取られることになってんだ。また一郎なんかもうしょっちゅうだよ。大丈夫、俺落ち込んでないよ。へんとけ。